お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新格闘になってから1シーズン経ちましたので、まあ、僕が思うね最強デッキ5戦皆さんに紹介したいなと思います。早速第5位の方からこちらですね、 2.6 億ですね。対応がね結構前に強化されてから、まあ、入力補給がねちょっと増えたイメージがありますね。マルチ上位でも上がってる人いますし、まあ、なんか安定して強いよねと思います。まあ、僕はねほぼ使ってことがないぐらいのレベルで、まあ、使わないんですけど、まあ、一戦まずやっていきたいなと思います。でこのデッキはねもうクラロワをこう象徴するデッキでね、マジでは5年ぐらい生きてるんじゃないかなっていう、まあ、4、5年使われ続けてる、もう安定したね、もう常に使えないことはないっていう安定したデッキでございます。多分今後もね消えることはないデッキだと思いますね。で、まあ、ホグデッキはね、まあ、これとは他にクエイクホグデッキもまあ、よく使われてるので、まあ、ホグ自体環境そんな悪くないんじゃないかなっていう、まあ、特別いいかって言われるとわかんないですけど、なんかアイスイズのね、加法とかもありながら、やっぱトルネードがね、ちょっと減ったっていう、施設トルネのデッキが、昔と比べればちょっと減ったよねっていうイメージがあるので、まあ、ちょっと前よりは使いやすい環境なんじゃないかなと思います。さあ、メガナイト来ましたね。で、まあ、ほんと回転バカ早いので、ホグ回しまくるよねっていう感じでね。で、これちょっとキング軌道狙いっていきたいっすね。これまあダメージ受けちゃうんですけど、まあこんぐらいのダメージ許してあげてね。さあ、メガナイト飛んでもらって、マジメガナイトのキング軌道だけはめっちゃ得意なんですよね、僕。謎に得意なんでね。さあ、で、ここで、まあアイゴラホグでいっちゃいます。そうすると相手は、メガナイト回ってないんでね。これがね、もうぶっ刺さるよねっていう。このホグライダー単発からの2周目のアイゴラホグがね、これがね最強クラスに強いので、ホグやる上でめちゃくちゃ大事なことがもうあれですね、あのアイゴラホグですね、アゴホグですね。さあ、もうこの辺耐えながら、でまあ大砲何が強くなったんだっけな、攻撃速度が上がったのかな、だからスケルトンラッシュとかにも多分昔より強くなってるんですよね。そう、影で暴れてると言っても過言ではないよね。さあ、ウッドで削りながら、だからもう後半入ったらみんなこの辺からファイブ削りとかやっちゃうんでね。さあ、大砲置いときます。で、ウォールブレイカーディガー大砲だけで守れるんでね。で、その間にあとはホグで攻めて、まあ、メガネできたのは、まあ、1コストか低コストで回収できるよねっていう話っすよね。さあ、マスケ出して、まあ、マスケアゴとかでいいんじゃないでしょうか。さあ、アゴ出して、で、こうスケで囲んであげながらね、これ延命したいっすよね。さあ、マスケがマジで強い。マスケでもな、おーっと、ナイス。加法されていいぐらい、なんかね、まあなんか、安牌なキャラですよね。とりあえず強いよねっていう。やべ、あーこれ、延命できたら熱かったっすね。で、ここはもうね、延命してあげながらのホグ飛ばしてあげて、っていう、なんかね、もうホグが回ってきすぎちゃって、よくわかんないんですけど、なんかあれいけるなっていうタイミングがね結構あると思うので、なんかまあマスケ出してアイコレとか出したらもう僕はすることないので、そしたらもうねその間に攻めてあげてもう守れますんでね。さあ、ファイボ圏内だと思います。さあ、ナイス、オッケー。いや、26はちょっとねほんと使わないので僕あんま語れないっすね。さあ、続いて第4位、こちらですね。ゴレエリババ、ライドラバージョンでございます。現環境から、まあ、ゴレダクネが結構減ったんですよ。まあ、いるっすけどね。ぶっちゃけもう、ゴレダクネ、エリババ。まあ、エリババがいるんですよ、結局。なので、まあ、ゴレエリババをね、今日やっていきたいなと思います。第4位ですね、こちら。まあ、エリババが強いっすね。単純にエリババが強い。ただ、それだけのデッキです。で、このゴレは、ムート型だったり、メガゴ型だったり、まあ、なんか、タルババが入ってたり、まあ、いろんな形があるんですけど、このエリババボンバーヒースピ型が結構使いやすい方だと思ってて、まだデッキパワーがちょっと高めかなっていう、やっぱエリババが入ってるんで、エリババがなんかね、勝手に事故を起こしてくれたりします。防衛でもまあ攻めでも優秀だよねっていうので、これはおすすめかなと。で、基本的に序盤はゴレ1回も出さないんですけど、今回は相手がクロスなので、また立ち回りがちょっと変わってくるんですけど、基本的にこのデッキ、攻めの火力が
そんなないというか、2倍タイム入ればバカ強いんですけど、序盤ってゴールの後ろに1枚とかしか出せないんですよ、これ。1枚か出せて2枚で、それだけだともう防衛ね、相手からしたら余裕なんですよね。そう、だから基本的に序盤はもう一生守って、ゴール出せても出さなくて、もう守って、2倍タイムから、ゴールを出していくっていうのが理想なんですけど、今回相手がクロスなので、まあ、それを耐えるためにね、今、イリオバとかで出してね、やってます。よいしょ。いや、今のちょっと消えてくんなきゃ、俺のシャシャリトルネになるやん。やばい。シャシャリトルネになっちゃった。さあ、クロス。これ、延命されたら終わるな。延命されたら終わるんだよな。やばい。序盤はね、序盤はマジで耐えます。で、耐えて2倍タイムからが本番です。序盤耐えれなければ負けですね。まあなんか意外とゴール以外も強いので、なんか本当守ってるだけで勝ったみたいなことも全然あると思うんだね。さあ、イリババスケが。よし。耐えてるだけでいい。耐えてるだけで悪くない。いや、なんならイリババがバカでした。さあ、こっからですね。こっからはちょっとゴールを展開しながらね、やっていきたいですね。で、これ一応、橋前クロスはないんだけど、無理やり回されてがあるんで、ちょっと高めからね、クロス来てもいいようにですね。さあ、で、最強ドラドラぐらい出してあげてね。マジ、この相手5なんでね、後衛のドラドラ死なないんでね。で、ランバー追加で、余裕、これ6コスのエリババ追加がめっちゃ強いんですよ。まあ、後衛の残り次第なんですけど、これライドラ残ってるし、いいな。いやー、あちゃがつい。まあこれね、相手が小物なんで抑えられてますけど、マジで。レイジ落ちるあそこの、マジ強いんでね。さあ、ボンバーでね、守ります。で、ベビーも出して、まあランバー追加してあげて、まあこれをちょっと繰り返していきますね。で、いつかチャンスが来るので、こういうとこね、アーチャーをね、巻き込めそうなところとかね。巻き込んであげながら、まあ、無理はしないようにね。これだけでもちょっとダメージ入るんじゃないか。いや、いいね。で、またゴール出せるので、相手のクロスまた警戒できますよね。さあ、クロス警戒する、ゴールも置いて、逆サイド来ても多分ライドラでリセットもできますし、大丈夫だと思うんでね。まあ、僕のマックス字はもう5ウッド削りだと思うので、ちょっとね、5ウッド削り嫌よっていう感じで。やばい、これライドラから行けるの、これマックス字、マックス字、マックス字。せっかくの最強ライドラがね、うちの。まあ、ここはちょっと落ち着いてね。アーチャーだけやってほしいよね。アーチャーだけやってほしいんだけど。で、もう一回俺はゴール出せる。まあ、ゴール出せるものの、5削りちょっと怖いね。ちょっと待って、ボンバーか。なんでうちのボンバーが行かれてんだ。まあ、ライドラで、さあ300。これなんかナイト系来たらね、縦で全部居抜きできそうなんだけど。これウッド削りやばいですからね。影で削られてます。うん。で、ベビドラは5打たれるとやっぱ弱いので、エリババですよね。で、ボンバー追加して、いや、ライドラのチェーンが、で、ボンバーが、おい、来たー。これね、これが強いんですよね。もう、もっともっと多分楽に勝てることもあるんですけど、相手の方が防衛うまかったですね。まあ、序盤は守るっていうのがマジで鉄則ですね。1分まではゴール出さないがね、基本です。さあ、続いて第3位やっていきます。こちら、親衛隊ロイフグですね。はい。今、ロイホグが単純に強化されて強いですね。ロイホグ、もういろんな形のロイホグデッキがあって、この後ももしかしたらまた登場するんですけど、まあその中でも結構トップレベルで安定してて使いやすい。これがマジで使いやすいので、これはね、一度皆さんに使っていただきたい最強クラスのね、デッキだと思います。やっていきます。で、この基本的な立ち回りとしては、まあ2パターンあって、まあ、基本的に、ロイフグはそんな出さないと思ってください。親衛隊を後ろから出して、その後ろにザッピーを出して、で、あとは真ん中ら辺かね、まあ、どっかにホバーを出して、まあ、後ろから親衛隊、ザッピー、ホバリングって組んで攻めるパターンがパターン A。で、パターン B は、守ってからのカウンター、罠を仕掛けるイメージだと思ってください。ゴブリンの檻を置きます。
で、ザッピーを後ろから流します。で、相手が攻めてきたところを親衛隊でパクって食うみたいな感じで、餌をね、ここにね、ゴブリンの檻が餌だとして、まあ、このザッピー親衛隊でね、罠をなんかこう仕掛けるというか、相手をトラップに引っ掛けるみたいなイメージだと思ってください。まあ、ここはもうユニット残ってるんでいっちゃいますね。で、この辺に真ん中ほぼ出しておけば、勝手にいい感じになってね。で、相手がね、こう、ファイブをね、ミスしやすいんでね、ホンパリングは。さあ、これで勝ちというような、まあ、デッキパワーお化けです。マジデッキパワーお化けです。まあ、後ろから親衛隊ザッピー、ホバで組む。今みたいにオリザッピーで、あそこで敵が攻めてきてくれればめっちゃいいんですけどね。まあ、攻めてこなくやったら来なかったで、まあ、親衛隊ぐらいね、やってもいいんじゃないかなと思います。形ができてたんでね、今のは。さあ。というわけで、ロイホグデッキなんですけど、ロイホグを出さない親衛隊ザッピーホバが超強いですね。で、余裕あればとか、2倍タイムとか入れば、もっともっとロイホグ飛ばすんですけど、まあ基本的にほんと親衛隊ザッピーホバだけでタワー折れるぐらい、バカ強いですね、これは。ちょっと1試合短かったんでね、もう1戦やろうかなと思います。まあ後ろ親衛隊ザッピーでもいいんですけど、この親衛隊デッキって、よくウィザードとかネクロマンサーがきついと思うんですよ。なので、そういった相手には、血親衛隊をやらないですね。先ほど説明した後のパターンの立ち回り。施設を置いて、後ろからホバとかザッピーとかを押さえて、から相手のウィザードとかが橋渡ってくるところを親衛隊でね、パクッと食っていくっていう、まあ、カウンターでっていうイメージがいいかもね。まあ、それか、まあ、余裕があれば、相手これ、結構来ますね。バレバレだ。さあ、バレバレ、これちょっときついぞ、俺。気づいた。よいしょ。プリンとか吹き矢がね、奥の方で処理がちょっとだけ厄介なので、ちょっとだけ怖いですね、これ。さあ、まあ、なので、まあ、後ろからね、これ、血親衛隊とかから行くと、結局相手の陣地でホバプリンが残っちゃうので、よいしょ。まあ、ザッピーだったり、ホバだったりで、端前親衛隊で、まあ、プレッシャーかけれると理想かなと思います。で、相手の残りのスペルがあるのかどうかと、施設が何なのかどうかで、まあ僕のホバがどれぐらい生きるかとか、まあそういったところで今回変わるかなと思います。ホバが生きれば全然勝てると思いますね。さあ、檻。うん。で、バルキリー吹き合いとかでしたね。なんかロイホグって強いんですけど、やっぱ飛ばすとその分カウンター受けちゃうんだね。なんかあんま飛ばさなくていいですね。基本的に親衛隊ザッピーとか親衛隊ホバでプレッシャーをかけます。で、そこでプレッシャーかけたら、で、余裕があればロイフグ追加みたいね。基本的に追い、追加でね、ロイフグは飛ばすイメージで、基本的にはあんま飛ばさないですね。もう親衛隊ザッピー、親衛隊ホバで攻めの形はね、成立します。さあ、マジ、プリン、一生嫌っすね、僕は。あれはホバでもいけるからね。で、テスラがありますね、今回相手。延命してくんのか。あれは延命むずそうだな。さあ、タルー。LSP 咲いたんでね。いや、ここはちょっと親衛隊蓋をしましょうかね。ちょっとだけ痛い気がしてきた。いや、こうなってくると非常に嫌なんですけど、ホバがね、相手はマジできついと思うので、このホバですね。もうホバで攻めてます。なんなら。ホバでしか削れないぐらいの、よいしょ。さあ、めちゃくちゃダメージ受けたんですけど、うちのホバが強いみたいでね、非常に。さあ、降りないのは嫌ですが、これ今、エリアードがちょっとだけありますね。よいしょ。いや、これは、もう我慢していいな。我慢して、カウンター狙っていきます。これ結構いいっすよ。相手がめっちゃ攻めたと思うんですよ、今の。で、ホバも残ってるので、ここで初めて登場、ロイフグですね。さあ、で、やばい、なんか宅配、なんか荷物が来た、荷物が来た、さ、荷物が来ちゃった、はいはいはい、はいはいはい、すいません、なんかアマゾンで、なんか頼んだんですよね、さあ、ちょ、ここはね、エリアードで、形を組んでいく、ちょっと宅配さん、いや、宅配さん、出ます、ちょっと皆さん、ちょっと我慢ね、さあ、5打って、ホバがね、無双するよ。で、バルキリーさえ咲いてくれれば、ロイフグチャンスなんですけど、さあ、まだ我慢ですね。まだ我慢。で、タルババもある。さあ、これザッピーでいけないかな。さあ、相手のね、ウッドがうまいが、いや、まだ高い大丈夫、間に合うな。
で、これもロイフですね。ホバがやっぱ最強クラスに強いので、ホバをちょっと残したよねって。いや、で、いい5が入るんじゃないか、これは。さあ、バルキリー。バルキリーが強い。さあ、耐えたい、耐えたい。耐えたい。耐えたい。来るぞ。さあ、タルー。はい、はい、はい、ごめんなさい。で、蓋。で、で、これね、来ました。どうも。はい、おはようございます。はい、荷物も受け取ってね、対戦にも勝つことができる。いや、完璧なね、完全勝利ではないでしょうか。今の最後のシーンみたいな、ザッピーとかホバで低めで受けながらの、端前あの新エタでね、相手のプリン吹き矢を処理しながらのカウンター、ああいうのがね、できると理想かなと思います。続いて第2位やっていきます。こちら。さあ、ロイですね。もうロイはね、まあ今の環境も強いですし、もう環境問わず、とりあえず強いですね。こいつに限っては、下方されたんすけど、下方されても強い。さすがに今もめちゃくちゃ強いので、まあ、皆さんもね、今の間に使っといて損はない。今後も間違いなく強いですね。はい。というわけで、まあ、ゴーストがダックプリとか、メガゴがハンターとか、ファイボがライトニングとか、ウッドがタルババとか、いろいろあるんですけど、エレキハンター型とかね。まあ、このデッキはとりあえず安牌かなというわけでやっていきます。さあ、よろしくーん。で、ロイは基本的にもう結ロイしてください。キング裏からロイを出すことを結ロイと言います。結ロイする理由としては、端前ロイジャイで行きます。相手が施設を持ってると施設で守られる。を繰り返して勝てません。基本的には勝てません。その時に、施設持ちに対して結ロイすることによって、まあ、ロイと同じタイミングで相手施設出すと、施設って壊れちゃうんですよね。時間があるんで、設置時間があるので。まあ、なので、やっぱロイがこう、橋を進んでいったところで、基本的に相手は施設を出してくるんですけど、そうなると、僕はロイを出してからカードを3枚ぐらい出してますので、ロイジャイ、まあ、ユニット、まあ、もう1枚か。なんか使えば、もう1回ロイ出せるんですよね。そしたら、その2周目のロイジャイに対して、相手がやっぱ施設をね、持ってないっていう状況になるんですよね。そう、だから、そしたら、そのロイジャイがね、刺さる。まあでもそこでも相手はやっぱユニットで対応してくるんですけど、そこを、まあナイトだったらトリトンで引っ張りながらとか、まあいろいろね、やりながら、まあ突破していくっていうのが理想なので、まあ基本的に、もうほんとね、2周目ロイじゃないと突破できないと思ってください。さあ、インフェですね。もうここでほんとね、すげえゴーストでロイとか言っちゃいたいぐらいですね。トリトン引っ張ってほしかったな。で、枯渇ですね。いや、枯渇もマジで今強いからな。で、僕はまあ、ウッド軽く裂いちゃったっすけど、まあ、スケとかマザネクとかゴーストとかいるから、まあ、そんな、なんかウッドは絶対ゴブリンバレルにしない方がいいっすね、なんなら。そう。なんかマザネクでゴブリンバレル防衛して豚作ってカウンターの方が正直強いので、まあ、ウッドめんどかったらプリンに使ってもいいかなと思います。まあ、ファイボもあるし、このデッキは結構、打ち放題かなと思います。まあ、問題は、インフェですね。これ、インフェの突破がどっからどう見てもきついんですけど、ロイを出さないと逆に相手はきついんじゃないかなっていう。インフェに対してはロイがぶっ刺さるんですけど、他に対しては僕ね、ウッドもこう、ファイボもあるので、やべ、いてよー。まあ、ゴーストとかでね、プレッシャーもかけられるよねっていう。まあ、結論するな。これ、左だったかもな。これ、ロケ、打ってくるはずなんだよな。分かってると。いやー、美味しいっすね。これロケ打たれると、ロイジェイマジで半分近くになるんでね。バカ削られます。さあ。で、まあ、ウッド使ってもよかったけど、我慢します。マジ、マザネク強いんでね。で、まあ、ファイブ打って、いや、メガゴが入るのでかなんか、ユニットで意外と勝てるんじゃないか。俺もうロイを出すだけ損してる気がするな、自分。ロイ出すだけさっきからさ、ダメージ受けてるっすよね。マジ、そんな感じなんですよね。よいしょ。さあ、このマザネクのね、豚で。相手もやっぱロケ削りしたいけど、いやー、こっから行きます。
決めたいと思います。2周目ロイジェの強さをねお見せします。裏っすね、美味しいな。え、入るんかい。ゴーストが透明すぎた。で、ここでスケで回すとこれがいけます。このロイですね。で、あのインフェさえ壊してしまえば、まあ、相手なんもないんだよね。てか、なんもないですね。これ、もうギャング使ったんでね。あと、ないとか。インフェをもう一回回すとかかな。ああ、うまいな、それはでも。インフェを回したってことは、でも次の僕のね、ロイジェに対してインフェがないって感じになるっすね。さあ、耐える。で、まあ、一応、端プリもでき、対応できるし、とりあえずね。で、攻め、ギャングが、おい、回転が早い。いや、ファイブ打ちたかったけど、対応します。で、豚に豚になったら、またいいよ。もうこっから多分一生これでいいのかな。相手のサイクルがちょっといい感じに、噛み合ってる。トリトン？やっぱそうですね。やっぱ施設持ちに対して一生端まで出すだけだとね、こうなっちゃうんですけど、なんか今流れが悪くなさそうなんでね。なんか流れ的にいけそうな香りがちょっとしてるんで、めっちゃやってるんですけど。よしよし。ゴーストとかでね、やっぱプレッシャーかけられる。これがいいね。さあ、ちょっと怖いよ。さあ、ロケ来る。いや、これはあるな。これ最後だって、攻め5打ったら俺の方がタイブレイクで勝ったっすね。さあ、ウッドも打って、よいしょ。バモス。っていうね、後半のあの始まりロイはまあ通んなかったけど、豚ちゃんでプッシャー与えれたから結果よしとしましょう。まあ基本的にやっぱ結雷からの2周目ロイで刺していくっていうのが理想かな。皆さんも結雷ぜひやってみてください。さて、おすすめ第1位やっていきます。こちらでございます。さあ、ロイフグですね。もう豚が強いので、このデッキは今すごい流行ってますね。マジで流行ってて、とりあえず防衛が硬い。施設と、施設と離れた位置にムート出すことによって、まあなかなか突破されないよねっていう、空にも対応できて、で、ロイフグでも攻めれて、しかも回転速くてっていう、もう安定超強いロイフグで、ね、やっていきます。で、形は一応なんかね、スケの枠がヒースピとか、スケドラがコウモリとか、スケドラが逆にヒースピとか、いやもう対空すぎんだろってあるんですけど、で、まあ、ウッド固め勇気になったりとか、まあいろいろあるんですけど、とりあえずこの方使っていけば間違いないかなと思います。さあ、で、まあ、ロイフグデッキの共通して言えることなんですけど、ロイフグ自体がそんな通らないことがありますね。っていうのも、ロイフグクエイクとかじゃないので、その、施設はやっぱ突破しにくいよねとかがいろいろあるんですけど、あとはバルキリーとかウィザードとか。なので、意外と、この、ムート、スケドラ、マザネクの使い方が結構大事になってきて、ロイフグ通んなくても、ムート、スケドラであったりだとか、まあ、マザーネクロでね、こう、豚にして、なんかこう、サイクルずらすだとか、結構ね、この周りのカードの使い方次第で、本当にね、勝てるかどうか変わるぐらい大事なので、今回ってメガナイトオールブレイカーですね、懐かしの。なので、もう本当にね、大事になってきます。ローフが多分あんま通らないっていうか、まあ、今回もね、セパレートしなきゃ相手がメガナイトだと思うので、まあ、戦い方もちょっとね、むずいかもですし、よいしょ。おー、なんかすげえ邪魔だな、ムート。ムート。ムート、お前邪魔だな、それ。どっから止めても邪魔なんだよな。もう相手もちょっと困ってるやんけ。さあ、これセパろうかな。セパったら相手もメガナイト出しにくいですからね、非常に。あー、マスケか。マスケ出してきたね。これ一回盛るか。よいしょ。で、相手はザップだからね、僕のマザネクとかがね、きついよね。だからこれディガーザップとかで壊しに来てもおかしくはないけど。さあ、逆サイド、うまいね、これ。俺のね、これコウモリを対応するのがなんもないよねっていうので。さあさあさあ。まあまあ、お互いちょっと苦しい感じかな。で、今回は、マジでロイホグ飛ばすとやっぱメガナイト来るので、飛ばすならばセパレート。二手に分けます。2対2ね。で、それかは、あとは、もう出さないですね。一生も出さずに、このマザネクスケドラムートで戦えます。これでイモります。よいしょ。さあ、ウッド間に合うかな。
あ、ウッドが間に合ってない。いや、でも、残ってるので、行きたいが、いや、ザップがうまいっすね。よいしょ。ちょっとこういうとこでダメージ狙ってこうかなと思ったんですけど。いや、間もなかなかね、うまいですから、今んとこ。怖いですよね。さ、ムーとか強い、リーモルト。まあ、マザネク結構大事っすね、僕今回。マザネク、で、どれだけ舞台にできるかみたいな、かかってる気がしますね。相手もやっぱ回転早いからな、これ。さあ。相手攻めてきましたね、ここで。で、檻置いて、よいしょ。いや、耐えてほしいな。相手回転早いから、多分メガナイトまた回るんですけどね。セパリマスなので。セパると、相手もメガナイト出しにくいですし、まあ、出すコストがなかったらなかったらそこそこに入るよな。よしよしよし。で、あれゴブリン豚にします。これ橋目が来たらやばい。ザップ打たれるかな。抑える。いや、でかい。いや、ファイボは打たない方がいいかな。これメガネって踏んでくると思うんですよね。踏んでこないのかな。踏んでこない。踏んでこないなら、ちょっと助かる。で、ちょっとウッドでね、削りながら。相手、削りがないんでね、今回。なんで、まぁ、ちょっと、無理せず、最悪最後、ファイブ削りもあるんで、僕。さあ、回転がちょっと早いっすね。からのセパですね。いや、このセパがやっぱいいっすよね。相手、メガナイトで踏みたいけど、踏みにくいっていう。ユウのさ、豚に変えると結構熱い。ユウの豚に変えると結構熱いで変えれなかったから結構まずい。さあ、追いコウモリが来る。さあ、ウッドで剥がす。いや、いいよ。耐えてるわ。30秒ですね。無理は禁物。ファイボール削る。これやばい。いや、よく豚にした。よく豚にした。これタイブレイクで勝てるっすね。ふっ、5秒。4、3、2、危ない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 。この両サイドにね、ついていくのがもう、それ精一杯精一杯なんですけど、ほんと豚飛ばした回数多分2回とかかな。2回とかでしかもセパッターだけとかでほぼ飛ばしてないんですけど、やっぱ対戦相手にはもう飛ばさずにね、ムーとスケドラマザネクでやっぱプレッシャーかけるっていうのが、このデッキのね、まあ大事なとこですし、強みなので、まあログあんま飛ばさないっていうのもね、相手が範囲持ちなら結構意識してもいいかなと思います。飛ばすならセパ。はい、今日はね、おすすめ5つ紹介したんですけど、まあ僕のこれ好みというか、もう僕が勝手に思ってることなので、まあ数字でね、現れてるわけではないですし、まあ確証もないんですが、まあ良ければね、この5位から、26、50、まあ、シエタイロイホグ、ロイジャイ、そしてムートロイホグ、良ければ使ってみてください。まあ今の環境は他にコカツとかも強いですし、バルーンとかも強いですしね、強いデッキ結構いろいろあるんですけど、ほんとね、いろんなデッキが存在する結構神環境に近いので、まあ、皆さんもね、ぜひ今の環境楽しんでみてください。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。